かしてたんだよ。はい、千歳橋中学校の、倉田聡です、僕は、この学校の、ロボット部の部長です、このロボット部は、東京都の大会に出場するために日々ロボットを作り大会への準備を進めています。こちらのロボットは、二足歩行ロボットといいます。まずはじめは、ロボットのキットを買って、それを説明書通りに、作っていきます。でその後に、生徒一人一人が、それぞれ工夫して自分なりのロボットに仕上げていきます。僕のロボットは、このような、大きなアームを取り付けました。こうすることで攻撃範囲が広がり、広い範囲に攻撃することができます。また後ろには、アルミ缶を加工して、シールドを作りました。これは後ろから攻撃されても、すぐに倒れないようにした、するために取り付けました。このようにして一人一人が、工夫して試行錯誤して、ロボットを作っていくことが、とても面白く、一人一人の個性が現れるようなロボットに仕上がっていきます。皆さんもぜひこのような、このように工夫して、一人一人が面白いロボットを作っていきましょう。千歳橋中学校1年の宮本です。このロボットはこのアームを動かすと同時にこの足を回転させ、制限内でアームを動かす作業と方向転換という作業を行うことが可能です。また前にはシールドをつけて、このシールドは相手を押すためのシールドです。相手の後ろや横へ回ってロープに押し付けたりします。千歳橋中学校頑張るぞ。おその中敷きおいくらですか？税込みで1890円です。うわ、高いですね。いやいや、そんなことないんですよ。じゃあその訳を説明してください。はい、実はですね、足元は、第二の心臓と言われてます。そこでですね、弊社においては中敷きで健康を提案しております。こちら見てください。ここにもっこりした部分がございます。これはですね、外反母趾対策といいまして、足のちょうど付け根、指の付け根の部分、ここにですねアーチがございます。そのアーチをしっかりとこの部分で支えることによって、足元の健康を、促進しております。ですから外反母趾にとって非常に優しい、中敷きとなっております。はい、ですので、まあ、1890円というのは高くないんですね。なるほど、はい、なるほど。そうするとそこにあるお母さんが、はい、馬車をしてますね、はい、あれは一体何なんですか？はい、こちらはですね、マタニティ専用のインソールです。こちらはですね、産前用、特に妊娠後期の、妊婦さんに使っていただくためのインソールです。それはですね、やはりこの絵のように、お腹が大きくなって10キロ近く、お子さんを背負います。それでいて、O 脚になりがちですので、それをちゃんとサポートする形状が中敷きに施しております。そしてこちらはですね、
今度はお子様を、産み終わった後の、いわばフットリフォーム的な、形を施したインソールです。これを履いていただくとですね、足の形が長く綺麗な形で、まあ、保てるということで、はい、出産の後もまた綺麗なお嬢さんにまた戻れるということになります。そうですね、はい、まあ、足はですねこういった形で28個の小さなパーツから組み立っています。それが出産を終えるとですね潰れてきてしまうことがあるんですね。それをしっかりサポートして、綺麗な姿っていうのは足の骨格の綺麗な姿を長く保つことができるということですね。はい、わかりました。じゃあ、はい、家内に一足買っていきます、はい、こちらの方も1890円となっております。はい、はい、なんか納得させられてしまいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらはですねここに特殊な衝撃吸収素材がついております。歩行時の、かかとの衝撃をここで全て受け止めてくれます。そして後ろから見ていただくとかかとの外側が厚くなっております。これは妊婦さんの、後期になります、O脚気味になりますので、それをかかとの外側を上げることで、楽に、姿勢を保つように、かかとの外側を上げてございます。それで土踏まずをしっかりあとはサポートするというところが、このインソールの特徴でございます。産後用です。お子様を、産み終わった後に使っていただくインソールで、こちらもですねかかとに、衝撃吸収素材が付いております。そして産前用と何が違うか、今度はかかとの外側が厚くなっておりません。そしてここにこうもっこりした形がございます。これはこちらの足の形、これが理想的な足の形の、骨格です。それをしっかり整える、この形がついたのが、産後用です。ですからこれを履くことによって理想的な足を取り戻すということになります。ストアさんなんかで一部商品を使っていただいておりまして、まあ、松本清さんとかそういった松本清さん、はい、1890円、今画像がハイビジョンで撮れてますので、過去の映像も同じように映ってますので、ぜひご覧いただくと防犯上の役に立つと思います。はい、今映っている映像はこちらのカメラで撮っています。こちらのカメラが今の映像がこちらです。レンズはここにあります。ではこれを、はい、さっきのここへ持ってて、はい、そうですね、そこへ一緒に映ってみて、はい、この小さいカメラの映像が今こちらの方に映っています。はい、はい、でこれが一枚だというふうに顔をさせると、ダーッと束でやっても、ああ、そうですね。